どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はニューヨークのペンステーションに来ております。でね、今日はね、夜景のヘリコプターツアーに参加するためにですね、このペンステーションに来てるわけなんですけども、本日はですね、ここから、ペンステーションからニュージャージートランジットに乗って、リンデン駅まで向かって、そこから、ツアーのベルトラ会社の、お迎えに乗り、そこからヘリコプターツアーに参加します。でまたね、リンデン駅まで送ってもらって、ツアー終了という感じでマンハッタンに戻ってくるわけなんですけども、ペンステーションからね、リンデン駅の行き方と、夜景ツアーね、実際どんなものかっていうのをね、紹介できたらなと思っております。でこの夜景ツアーのヘリコプターなんですけども、結構ね賛否が分かれてるみたいなんで、まあ実際どんな感じかっていうのをね、動画で紹介できたらなと思っております。で今ね、ペンステーションの、入って、大きい広場、まあこんな感じになってるんですけども、こちらのね、ニュージャージートランジットのチケット売り場のに今私はいるわけですけども、こんな感じでね、ニュージャージートランジットチケッツっていうところから入っていきます。で、友人のねブースもあるんですけども、めんどくさいんでねっていうのは冗談で、ちょっと私ね、以前ね一回友人のチケットブースですごい嫌な思いをしたんで、こちらで買っていきたいと思います。でニュージャージートランジットレイクですね。でここにね、リンデン駅ってないんですよね。ですので、アナザーディスティネーションで L のリンデンで、ここからここですね、リンデンで、ワンウェイアダルト、まあ往復だったらこっちですね、こっちですね。で、今回は、こっち往復で買いますんで、でこちらで、支払い方法を支払うという感じですね。でクレジットを押すと、こちらですね、こちらに、クレジットカードを通してくださいというふうに出ます。まあ、そうすると、支払いが完了という形ですね。でチケットを買うとね、こんな風に、2枚ね、片道のね、チケットが2枚出てきます。私は往復で買っております。であと一緒にね、こんな感じでレシートも一緒に出てきます。それではね、ホームの方に行きたいと思います。それではね、チケット売り場が今あそこにあってですね、電光掲示板がこっちの方が大きいんでね、こっちで説明していきますね。乗る電車なんですけども、このリンデン駅行きなのは、上から2、4、6、7番目かな、ノースジャージーコーストっていうのと、その下の NE カリダーって読むんですかね。まあ、この2つが、このリンデン駅に向かうということですんで、この2つが あったらですね、これに乗っていくっていう感じですね。一応一番上から2番目も、NE カリダと書いてありますね。あれでも大丈夫ですね。ですので、この2つに乗ってリンデン駅まで向かうっていう形になります。ここはちょっとね、難易度が高いのかなと個人的にはちょっと思うんですけども、まあ、この動画ね見ていただければわかるかなっていう感じです。それでは行きたいと思います。ちょっと間に合えばね、4時50分発に乗っちゃいたいなと思うんですけども、どうでしょうか。それではね、こちらの NE カリダー4時50分発 PM っていうのに乗っていきたいと思います。ちょっと間に合うかどうかわからないですけども、行ってみたいと思います。それではこの列車ですね、乗っていきたいと思います。それではね、無事乗ることができました。トラックをね探すのがちょっと、難易度があるかなと思うんですけども、上にね表示がありますんで、まあそちら見ていただければなと思います。このトラックだけはね、事前にしか決まらないので、まあ、その点だけちょっとね、みんなトラックが表示が出た瞬間に、まあ、動きますんで、まあ、それを目印にっていうわけじゃないんですけども、まあ、それがまあ、人動きますんでね、まあ、それを見ていただければなと思います。まあ、トラックのね番号だけね確認していただければなと思います。それではね、20分ぐらいかかる場所なんで、しばらくね電車に揺られたいと思います。まだね電車の方発車してませんので、
まあ、トラックが決まってからねある程度時間はあると思いますんで。でちなみになんですけども、チケットを買ってしまって、乗るのにね間に合わなかったっていう場合誰でもあると思うんですよね、迷っちゃって、大丈夫です私ね何回かそれやったことあるんですけども、おそらくですけども、そういう縛りはないんだと思います。で、この時間のこのチケットだからこの電車に乗らなきゃいけないみたいなのは、ないと思いますので、まあ、そこら辺は、もしね乗り遅れてしまったらね、次の電車待つようにしてください。まあ、時間を余裕持ってね、行動されるのが一番なんですけども、まあ、そういうこともねあり得ると思いますので、まあ、一つね参考にしていただければなと思います。それではね、電車が動き出しました。まあ、あとはね降りるタイミングだけ間違わなければ、そこまでね、難易度は高くないと思いますので、電車に揺られていきたいなと思います。ちょっとね外の景色とかをね、見せれたらなとか思ってたんですけども、電車のね窓はすりガラスっていうか曇りガラスみたいになってて、多分おそらくなんですけども、今見た感じだとねあまりうまく映らないんじゃないのかと思いますそれではね、電車に揺られて、インデン駅向かいたいと思います。それではね、電車降りました。なんで降りてるんだって感じですよね。まあ、そうでもないかな、この映像だけ見てるとそうでもないですよね。今私はですね、ニューアークのペンステーションで今一回降りたんですよね。っていうのも、私が、今ね説明してきた、ニューヨークのペンステーションの、時刻表の説明が間違ってたんですよね、ちょっと巻き戻して、もう一回見ていきたいと思うんですけども、乗る電車なんですけども、このリンデン駅行きなのは、上から 2,4,6,7 番目かな、ノースジャージーコーストっていうのと、その下の NE カリダーって読むんですかね、まあ、この2つが、このリンデン駅に向かうということですんで、この2つがあったらですね、これに乗っていくっていう感じですね。一応一番上から2番目も、ノーイーカリダ、ノー NE カリダと書いてありますね。あれでも大丈夫ですね。ですので、この2つに乗ってリンデン駅まで向かうっていう形になります。ニューヨークの、ペンステーションで、私が、言った、NE カリダっていう路線ともう一つありましたよね、まあ、その路線自体は、間違ってないんですけども、行き先行き先が間違ってたんですよね。リンデンっていうね駅に行く方面の電車はトレントン、まあ、アルファベット出しておきますけども、トレントン行きで、もう一つの電車の場合はロングブランチっていう方面の電車に乗らなきゃいけないんですよね。で私は違う方面の電車に乗ってしまって、動画を撮っていたっていう感じですね。でチケットをね乗ったら切られるんですけども、切られたらですね、いやこの電車リンデンに行きませんって言われて、次の駅で降りて、次の列車に乗ってくださいって言われて、まあ、今ここにいるわけなんですけども、まあ、幸いなことにね、ネット環境がありましたんで、まあね再検索ですぐ探せたから良かったんですけども、もしねこのツアー利用する際はですね、ペンステーションでニュージャージートランジット乗る際にね、特に気をつけてください、電車だけではなくもちろん行き先もね気をつけなければいけないっていう感じですね。それではですね次の電車がもう本当にあと 2,3 分で来ますんで、乗り換えていきたいと思います。いや完全にやってしまいましたね。チケット切る駅員の人がね早く来てくれて本当に良かったですね。私はそのまま乗ってるつもりでしたからね。いや良かった。それではね電車待ちたいと思います。それでは電車乗り換えました。スーパー超満員ですね。どうやらですね乗り換えた電車がさらに遅れて、超満員電車になってますね。まあ、このまま、あと何分だ20分ぐらいですかね、揺られていきたいと思います。いやすごい混んでます。それではね今止まった駅がですね、ニューアーク国際空港の
エアトリンがね発着駅ということで、かなり人がね降りていきましたね。混んでる理由が分かりましたね。それは空港に行く電車が、遅れたらそうなりますので、それではね、もうしばらく、電車揺られていたいと思います。それではね、今駅員の方がチケットを切っていきました。チケットを切られるとこんな風にね紙を渡されますので、まあ、こちらが、ね、もらえるっていう感じですかね。それではですね、林田駅に到着しました。こんな感じですね。無事っていう感じですね。やっと到着しました。今の時刻が、ちょうどね5時49分、私が電車に乗って間違えた電車に乗ったのが4時55分だったんで、まあ余裕かなっていう感じですかね。時間定定的には、一応ねツアーの、集合時間は6時37分ということで、一応ね、予約自体は夜の7時で取ったんですけども、集合時間は、なぜかね6時37分というね、予約時間より前に集合時間を、指定されるっていうね、これもちょっと不思議だったんですけど、まあこればっかりはしょうがないですよねっていう感じで、あとね、1時間近くありますんで、ちょっとね駅の周りにねちょっと歩きながら、なんかねファーストフードのお店がありそうだったんで、ちょっとそこで夕食でも取ってから、行きたいかなっていう感じですかね。ここはもうニューヨークから完全に離れたニュージャージーの場所なんですよね。ここはでどのぐらいの治安かっていうのも、今ね電車降りてきた感じだとかなりね利用者の人は多くてですね、不安はないんですけども、同じようなことをしようっていう方はね気をつけてくださいね。まあ、自己責任でっていう言い方をしちゃうとあれなんですけども、気をつけてね散策されるようにしてください。ひとまずね林田駅に到着いたしました。それでは外に出たいと思います。それではね駅の前に出てきたんですけども、まだね出発まで、30分以上あるんですけども、こんな感じでね運行会社の人がねもうスタンバイしていただけまし いただいていました。いやこれは安心ですね。で聞いたところによると、まあ、来る時間帯はまちまちみたいなんですけども、大体ね、30分前ぐらいにはね、来てるそうなんで、まあ利用するっていう意味ではね、かなり安心かなっていう感じですよね。駅の周り軽く見てきたんですけども、かなり閑散としてるんで、まあ駅の前はね人がいるんですけども、ちょっとね離れてしまうと、全然人がいないんで、ちょっとねここで長時間待つっていうのはね、ちょっと不安が多いかと思うんですけども、やはりねツアーの人がいてくれると、安心ですよね。で、待ち時間もね、車の中で待たせてくれますんで、まあ、今11月の終わりということもあって、かなり寒いですので、車の中はねあったかいんでそういう意味ではとてもいいですよね。それではね、あと 2,3 名がね、来るそうなんで、その人たちを待ってねヘリコプターのヘリポートですかね、一応空港って言ってたんですけども、ちょっとねどこに行くかちょっと私も分かんないんですけども、そちらの方に移動したいと思います。それではねちょっと映ってるか分かんないんですけども、バンの方がね出発いたしました。これからね空港の方にね、向かいたいと思います。多分映ってないですね、かなり暗いですからね。それではね、到着いたしました。それでは行きたいと思います。それではね今待合室みたいなところで、おそらくヘリの音はしておりますんで、まあ、準備待ち時間という感じですかね。まあ、しばらくこちらで、声がかかるのを待ちたいと思います。いや楽しみですね。なんかちょっと今回これをね、利用したっていうか、まあ、レビューのね動画を作ろうと思ったのはですね、まあ、私自身がまだニューヨークのヘリツアーって乗ったことがないっていうのももちろんあるんですけども、どうやらね座席が、33みたいな座席らしいんですよね。3人3人横に並ぶみたいな感じですので、まあ、私みたいにね1人で参加する場合、
もしかしたらね、三の真ん中になる可能性ももちろんあるわけですよね。そうなった場合、おそらくほとんど見えないですよね。それをね、今回ね、まあ、検証という形でね、レビューできたらなと思っております。まあ、それではね、ちょっと待ち時間、準備ができるまで、こちらで待ちたいと思います。それではね、工場に際して、このようなね、ライフジャケットが、つけていただけます。いや、なんか面白いですね。こういうのつけるの私初めてですね。それではもうしばらく待ちたいと思います。それではね、乗っていきます。ちょっと暗くて多分今現在は全然見えてないと思うんですけども、今からヘリコプターに乗り込みます。それではね、待ち合室に戻ってきました。いやー、すごかったですね。それではね、しばらくここで、また、リンレイに、送ってもらいますので、ここで待ちたいと思います。いやー、すごかったですね。それではね、帰りの車
車に乗り込みました。これで林田駅までまた送ってもらいます。まあ、せっかくなんでね、ちょっと助手席に座らせてもらって、ニュージャージーの、ね、街並みも少し撮影できたらなと思っています。それではね、林田駅に送っていただきました。林田駅でもね、こんな感じで自動券売機がねありますんで、片道しかね切符買ってない人も、大丈夫です。ここで買って、ニューヨークの方にね帰ることができます。それではね、こちらで、電車ニュージャージントランジットね、待って、ペンステーションまでね行ってから、またね、最後話したいと思います。こんな感じで、改札も何にもないんでね、こちらで待ちたいと思います。それではね、電車来ましたので、乗ってきました。これでね、ニューヨークのペンステーションまでね、戻ります。3、40分だったんですよね。行きにね20分ぐらいだと思ってたんですけども、3、40分かかるそうなので、電車に揺られてね待ちたいと思います。それではね、ペンステーション、ニューヨークのペンステーションに戻ってきました。いや、個人的にはですね、今回のこのヘリコプターツアーなんですけども、かなり私は良かったんですよね。とても感動できました。でいつも見れないねニューヨークの夜景をまた違った角度から見れたということで、かなりね感動もしました。ですけども今回乗車したのが6人ということで、運転手の方の隣に3人で、後部座席に3人乗る形なんですよね。ですので、私はね、幸い、窓側ということで、正面も見れれば、まあ、横も見れるみたいな位置だったんですけども、これがね、一人で参加して、真ん中になってしまった場合、ほとんどまでは言えないですけども、まあ、見えない部分が結構多いですよね。まあ、それは前の座席でも後ろの座席でもね言えることなんですけども、これでね、同額かかるっていうのはね、ちょっとね、これは運にさらかなり左右されるんではないかなと思います。でなんかね、その乗車位置っていうのも、まあ、自分で決められるわけでもないんですよね、もちろん。で、案内してくれる方が、体重等々を見てね、判断するらしいんですよね、ヘリコプターの乗車位置ってっていうのもあるので、かなりね、運に左右されることだけはね、確実に、頭入れといていただいてから利用していただけたらなと思います。で料金なんですけども、今回私が利用したのは234ドルプラス往復の電車賃17ドルということなんで、まあ、250ドルちょっとぐらいですよね。まあ、2万7000円ぐらいまでいっちゃうかな、今のドル円の計算だと多分そのぐらいまでいっちゃうと思うんですけども、2万7000円ぐらいで、まあ、楽しめるっていう感じですかね。まあ、案内してくれるツアーの人とかもね、とても親切で、フレンドリーに喋ってくれますんで、まあ、私個人的には今回のツアーね、とてもお勧めしたいなと思うんですけども、その注意点もね、一応、覚えておいていただけたらなと思います。でその他の注意点なんですけども、ヘリコプターに乗るということなんで、大きい荷物っていうのは持ち込めないんですよね。まあ、空港の待合室で預ける形になるんですけども、私はねアクションカメラを、持って、それと、携帯のねカメラ、スマートフォンですね、 iPhone を持って、撮影したわけなんですけども、一眼レフカメラだともしかしたら何か言われちゃうかもしれないですね。私もちょっと見せてみたいな感じで一回スマホとジンバルをですね持ってたので一回見せましたんで、もしかしたらそういうのもあるかもしれないですね。一応ツアーのね利用する注意事項のところに、まあ、大きい荷物は預けることになりますみたいなね
注意点は書いてあるんですけども、ちょっとどの程度の、ね、カメラまで OK なのかちょっとわからないので、まあ、その点もね、まあ、皆さん考えると思うんですよね。せっかく夜景ツアーに入るんだったら、あのできるだけ綺麗な、ね、動画写真を撮りたいっていうのはもちろんあると思いますんで、まあ、カメラだったら大丈夫だと思うんですけども、あのすごいレンズとかつけてなければ大丈夫だと思うんですけども、ビデオカメラとかになるとやはりね、あの手ブレ補正のために結構ガチガチなジンバルを、ね、つける方ももちろんいると思うんですよね。まあ、そこら辺だけちょっと注意していただけたらなと個人的には思います。まあ、それでね、せっかく持ってったのに利用できなかったらすごい残念な気持ちにもなりますん で、まあ、できるだけコンパクトな、ねカメラ等々で行かれることをお勧めしております。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。いやー、それにしても夜景ツアーのニューヨークの夜景は本当に綺麗でした。もしね、ある程度のね運っていうのをね了承していただけるのであれば、ぜひね利用してみていただけたらなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。